美濃の国の僧、百円、往生すること、第三十。今は昔、冷えの山の無動寺に商人ありけり、ようにして山に登りて、出家して、死に従いて、 厳密の方を学ぶに、皆その道に至れり、また同心深くして御世を恐るる心あり、しかるに事の縁あるによりて、美濃の国に下る間、日暮れて道のほとりにある 人の家に借り宿りぬ。その家の主を見れば、形、奉仕なりといえども、そうにあらず。頭の髪は、二寸ばかりに生じて、俗の水管の袴を着たり、また、狩り、砂取りを焼くとして、胃を、 鳥をじきとせり、商人、これを見て、この家に宿りけること、食うといえども、夜中にいずべきことにあらず、その世をあかさむ、と思いてあるに、夜半すぐるほどに、この家主の奉仕起きて、 沐浴して清き衣を着て後ろの方のとよりいでぬ井戸越へ行くぞと思いて尻に立ちて伺い見れば小さきやありつ物うなりけりそれに入りぬ火を打ちて みやかしをともし、こうにつけて、ねんじゅをもみて、ほとけを礼拝して、まず、せんぼうをおこなう。次に、ほうけきょうをじゅす。一部をじゅしおわるに、よあけぬ。そののち、みだねんぶつをとなう。 商人これを聞くにきいなりと思いて元のところに帰りぬ身の時に至りて地物堂をいでぬ商人のところに至りていわく 弟子、薬縁、在剖によりて、摂政を胸として、恥の心なしといえども、ひとえに心を致して、法華経を受し、御霊の念仏を唱えて、極楽に往生を責むことを願う。これによりて、それの年、それの月、 それの日必ず極楽に往生ぜむとす。商人、喜縁深く増しまして、今、この家に来たり宿りたまう。必ずその後に決縁したまえ。と、商人、 厄縁がことを聞くといえども信じがたし法華経を受使念仏を唱うるこれ限りなき苦くなりといえども硫黄を取り鳥を殺すこれ極めて重き罪匠なりなんぞ核のごときの罪を作りながら たちまちに極楽に往生ずることあらむや、これただ言うことぞ。と思いて、無動じに帰りぬ。その後、年頃を経て、商人、かの美濃の国にして、 厄縁がちぎりしことども皆忘れにけりしかる間商人の夢に日む貸しの片より紫の雲そびきて商人の棒に近づき音楽の声空にあり雲の中に声ありて 商人に告げていわく「三味厄縁今日極楽の迎えを得往生ずるなり」「千年にちぎり申し異なればケチ縁忘れずして今来たりて告げ申すなり」と 驚きさめてのち、商人、涙を流して、泣く泣く礼拝して、悲しびと飛び蹴り。商人の語るを聞く人、皆、悲しびと飛ばずということなかりけり。このこのと、 将兵の呪いのことなりけりその後伝え聞くにかの役縁が死にたる時たがうことなしとなむ語り伝えたるとや